どうも、ベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきます。今日皆さんに紹介いたしますのは、大阪梅田で70年以上愛され続ける大正中華の名店シューマイ太郎さんにお邪魔いたしました。こちらの絶品の中華料理を紹介してまいりますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行きましょう。レッツゴー。さて、今回はシューマイ太郎さんの桜橋店さんにお邪魔いたしました。肉汁があふれる旨味たっぷりの名物桜橋シューマイがこちらのお店の名物料理とのことです。こちらの昔ながらのこの看板に惹かれて入店してみました。入店してメニューを手に取ってみました。すると表紙にはですね、シューマイ太郎さんの成り立ちが書かれていました。しっかり読んだ上でメニューを見ていきましょう。さあ、メニュー表の中はご覧の通りとなっています。やはりこちら名物点心でもありますシューマイが一番人気とのことですね。シューマイ以外にも本格中華のこだわり料理の一品がメニューにずらりと並べられていて、どれを注文してみようか迷ってしまうほどです。そこで今回は店員さんに聞いてみて、おすすめのメニューを紹介していきます。それがこちらのメニューです。やはりまずはじめに紹介したいメニューはこちらの名物のシューマイでございます。大きさはどうでしょう、ゴルフボールの大きさぐらいかなと思います。からしをつけてシューマイをパクリと一口いただいてみますと、口の中で肉汁がじゅわーっと広がる感じがたまらなく美味しいです。とてもビールに合うと思います。続いてはこちらの餃子ですね。表面がパリッと焼かれたこちらの餃子、なんとここで400円とかなりリーズナブルだと思います。一口いただいてみても、このパリパリ感とても美味しく、これまたビールによく合うと思います。お次はこちらおすすめグリーンチャーハンです。卵とほうれん草を使って塩だけの味付けであっさりと仕上げたチャーハンです。一口いただいてみても、これは最後の締めにはもってこいの一品だと思います。くどくなくて、これはパクパクとどんどん食べてしまいそうなぐらい美味しいですね。これは絶対に注文すべきだと思います。そして最後はこちらのエビシューマイですね。エビのプリプリ感も味わうことができて、これまた美味しいので、これもぜひ注文していただきたいと思います。そして最後はおすすめのごまそばでございます。すりごまたっぷりのあんかけラーメンとなっています。なんとシューマイ太郎さんでしか食べられない一品なので、こちらもぜひ注文していただきたいと思います。全体を通してリーズナブルで美味しい大衆中華料理屋さんでした。ぜひ梅田に来られた際には立ち寄ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理をたくさん紹介していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、See you!